作っている。ねえ信じられるかい、光が全く差さない都があるんだ。なあお前はきっと笑うだろう、なんだかひどく年を取った気分だよ。果てなんか2000何年なんだろうっておかしいだろ、たまに考えているんだ。回転木馬みたく世界は回ってる、僕は一人エアポケットに入った気分さ。ソクロフの古い映画にあるロシアを覚えてる、あんな終末的な世界さ。なあお前はきっと笑うだろう、積み上げた古い未来をせっせと燃やしては新しい過去を作ってるんだ。ここじゃそんな風にして生きるのさ。将棋崩しみたく一つずつ削いでゆき、その連続はもしかするとひどく寂しいが、だからみんな気ぜわしく歩くんだろうって。嫌いって言葉が幼くて嫌いなんだ。なあお前はきっと笑うだろう、僕らの幸せは虚しいくらいにたやすいよ。不完全でいることを恐れるから進んで自分を犯人にしてしまうのさ。どうしてだろう、とってもみすぼらしいよ。見るもの全てが死んだみたく冷たくて、だけど欲張って人の人生を生きるなんてそんな愚かなことはないだろう。あの時も確か季節は秋で、ヨークシャの小さな港町にいたんだ。ひなびて廃れて凍結したようで、まるで世界の最果てにいる形化して、お前に手を引かれアビーに向かってった。小高い丘の上のベンチに腰掛けた、そこから街が一望できて、暮れなずむ夕日が僕たちを待っていて、輪になった港を囲むように切り絵のような稜線が幾重にも重なり合い、藍色からアイボリーに空は染まって、時間は時間のように流れていって、見上げればたくさんのカモメたちが賑やかにいつまでもこう描いていた。太陽の周りに寝そべる淡い雲は身を焦がしながらもゆっくり近づいていった。その光は赤レンガの煙突にも影を落とし、浜辺に寄